喋り出しはお願いしちゃっていいんですか、もう全部。あ、僕が、はい、大丈夫です。はい、まずちょっとあのチャンネル名からお願いしてもよろしいですか。はい、平山茂の、平山茂の地球見聞録です。地球見聞録と、地球見聞録をつけた、はい、なんか どういう意味っていうか、なんかあるんでしょうか。あ、チャンネルの由来とか。あ、そうですね。は、まあ、YouTube 始めるにあたって、まあ、自分が、まあ、何をやろうかなって考えた時に、まあ、いろいろ世界中、まあ、旅行とか旅が好きなので、まあ、世界中自分の目で見たこう世界中の景色を、まあ、YouTube で、まあ、お伝えしたいなっていうのはありました。なので、まあ、地球見聞録という感じです。とりあえずこの YouTube をスタートしてからですね、まあ、今2021年、8月なんですけども、始めてからだいたいどれぐらい経ちましょうか。そうですね、11ヶ月ぐらいですね。1年弱です。まだ1年経ってない。あと9月からスタートしたってことですかね。そうですね、2020年の9月27日はいに一発目の動画を上げました。で、現在の、登録者数なんですけども、はい、現在は100人ですね。100人。はい、まあ明日は99人になってるかもしれないですけど、今のところ100人です。はい、こう目標みたいのっていうのは何かあるんでしょうか。目標はですね、今はそんなにあんまり 目標を持ってやってるわけではないんですけど、こうなったらいいなっていうのは、まあ、YouTube 一本、 YouTube 本業にして、はい、それで、まあ、時間お金に余裕をなんとかこう持たせて、それによってこう世界中を旅できたらいいなと思いますね。やっぱり今仕事しながらなので、どうしてもなるほど、なかなか世界中どこにでも行けるわけではない、まあ状況的にもね、こういう状況なのでありますけど、まあいずれ世界中旅ができるようになった時のためにも、まあ YouTube だけでご飯が食べれたらいいなという目標はありますね。仮にその YouTube で収入が、いただいて、初めに行きたいその場所だったり、まあそれが外の国であったり、どこかありますか。そうですね、一発目に行きたい海外は、まあ、アメリカですかね。アメリカに行きたいですね、一発目。アメリカ、まあ、はい、なんかこうニューヨークだったりとか、なんか細かいのはあるんですか、それともアメリカにだなんかあるんでしょうかね。そうですね、アメリカのちょっとあのセドナっていうところに行ってみたいですね。なんかあのパワースポットかなんかの。そうですね、パワースポットと言われるところなんですけど、はいはいはい、ちょっとね経験してみたいなっていう、まあまあ、 あの街並みも好きですし、その景色ももちろんですけど、うん、体感したいですね。アメリカを肌で感じたいっていうのがありますね。そしてお伝えしたいなっていうのはあります。アメリカへはその過去その YouTube 始める前に、旅行にしろ行ったことはあるんですか。行ったことは、はい、あ、あるんですね。旅行でありますね。あ、はい、その際行ったところは どちらの方へ。その時は、ニューヨークとロサンゼルスと、ラスベガスですね。この3カ所は行ってます。はい、その3カ所であればどこがまた
もう一度再度行ってみたいなというのは。全部行きたいですけど、はい、ニューヨークですかね。あ、ニューヨーク。ニューヨークは また行きたいですね。せっかく、まあ、アメリカ行くんだったら、まあ、回りたいですね、一緒に。なるほど、なるほど。今現在その編集だったりとかを、はい、まあ、されてると思うんですけども、編集は自ら自分でやられてるような感じですかね。そうですね、一応自分でやってます、はい、いずれかは、その編集する人であったり、まあ、カメラを、カメラマンであったり、はこう考えてらっしゃるでしょうか。あ、スタッフで雇うみたいな。あ、そうです。あ、まあそうですね、雇えるようになるなったら雇ってもいいかもしれないですね。まあ、でも編集、うん、そうですね、なんか結構自ら自分で全部やりたいっていう方も YouTube の中ではいらっしゃる、そう、ね、多いと思うんですけども、編集する人によってだいぶ一つの撮った動画でも編集の仕方によってだいぶ変わると思うんで、表現も。そういう部分では、まあ、引き続き自分でやる可能性はありますね。ありがとうございます。一番のその皆さんが聞きたいところ、まあ、もしかしたら過去の動画で知ってらっしゃる、かもしれませんが、大丈夫という、タイトル、が結構多く出てるキーワードだと思うんですけども、はい、大丈夫という、まあ、こう言い続けてるのを、まあ、見てらっしゃらない方に対しても、再度ちょっとお聞きしたいんですが。そうですね、まあ、YouTube を、まあ、始めるにあたって、まあ、地球見聞録というタイトルのチャンネルではあるんですけど、まあ、その頻繁にいろいろお出かけだったりとかできるわけではないので、そんな中で日々何か動画を撮れないかなって考えて、まあ、迷って考えついたのが、まあ見てる人に大丈夫だよってい こう声かけをするっていうことだったら、まあ、これだったら毎日でもできるなと思いまして、それだったら、うん、なんか自分のためにというよりはこう見てる人に何かいい力になれないかなって考えた時に、大丈夫だよっていう言葉をかけるだったら、まあ続けられるかもしれないなとは思いましたね。あとはまあちょっとその、まあ毎日やることで、まあ自分でカメラを撮ること、カメラ映ること、出ること、喋ること、まあ、全部自分にとっては、うん、まあ、練習にもなりますし、うん、まあ、自分のためにもなるなっていう部分では、まあ、どっちにもこういい影響だなと思って、まあ、やりましたね。まあ、なので大丈夫だよ、まあ、見てくれている人のほとんどがこの大丈夫だよという動画をきっかけに多分チャンネル登録してくれている方が多いと思うんですけども、まあ、それはそれで嬉しいんですけど、まあ、あくまでサブ的な僕の中では要素、僕のチャンネルの中の、まあ、日々の活動という部分ですね。大丈夫だよっていうのは、まあ、ちょっとでもこう皆さんの背中をこう押すじゃないけど、さする程度かもしれないけども、まあ、毎日見てくれている人にこう大丈夫だよって言い続けたいなっていうふうには思ってます。大丈夫ですかこれ。大丈夫です。先ほどその登録者数が100人、はい、100人までの道のり、あと1ヶ月で、約1年ですが、どうでしたでしょうか、振り返ってみて。そうですね、これはもう正直に言っていいんですか。もう、正直に、はい、ノンフィクションですね。100回ぐらい心が折れてます。まあもう今330日
ば過ぎても340、350、まああと本当に1ヶ月で360日連続で毎日大丈夫だよっていうのを動画をアップしてるんですけど、そのこのまあ300日の中、何回も何回も心折れて、ちょっともうちょっと無理だなとかっていう時もいっぱいありましたけども、まあでもなんでか分かんないけど、なんか続けられましたね。結構、まあ楽しさももちろんいっぱいあるんですけど、しんどかったなっていうのもありますね。でもなんか自分自身へのチャレンジっていう部分でも、なんかここで諦めたらダメだみたいな感じで、まあちょっとまあ挑戦的な部分ではありましたね、チャレンジなので。まあ正直なところしんどい部分はありました。ただ続けられましたね。まあ自分でも本当そこはわからないぐらい、何かがこう僕の背中を逆に誰かが押してくれてるぐらい続けられてますね。まだまあ3まだね1年経ってないんで、明日辞めるかもしれませんけど、まあでも続けられてるんで多分大丈夫だろうなとは自分でも思ってます。はい、大丈夫ですか？いや大丈夫ですよ。今その辛かったと、はい、いうキーワードの部分が、気になったんですが、はい、特にもうこういう部分が一番きつかったなっていうのは何かありますか？そうですね、まあ時間、まあ1日、まあ毎日動画をアップしてるんですけど、基本毎日その日にこう動画を撮って編集してアップしてるんですね。こうため撮りとかを基本しない、たまにしたりもするんですけど、でも基本はその日に撮ってその日にアップするんです。なので本当にまあ純粋に時間がどうしてもない時っていうのももちろんあったり、そういう時は辛いですし、あとはもう本当に、まあ、気持ちの部分でもうどんどん、あ、もう時間がないって迫られていく中のこうプレッシャーとの戦いっていうのは結構辛いですね。なんか自分の中のプライドでどうしてもその日に撮ってその日にあげたいっていうのがなんかあるんですよね。なんか明日の分もう今日撮っとこうみたいな、なんか嘘だなと思って、それは今日は何月何日ですって僕言ってるんで、その日じゃないのにその日の日付ね、なんか自分で言って明日の日付を自分で言うのもなんか嘘ついてるなと思って嫌だなと思って、なのでまあやっぱその日にやりたいっていうのがあるんですけど、まあ結局はもう自分で決めて自分で嫌だなって思って自分でよし頑張ろうって、なんか全部自分で勝手にやってるだけなんですけど、まあそういう部分がしんどいですかね。苦ではなかったんですね。苦になった部分もありますね。なんで始めたんだろうってふっと思う時があるんです。あ、でも違う、俺のためにやってるんじゃない、見てくれてる人のためにやってるんだっていうところでまたスイッチが入る。そこを忘れるともう本当に一瞬でいや、やめたいって思っちゃうんですけど、あ、違うっていう、なんか そういうのはありますね、自分の中で。なるほど。じゃあちょっと今15分、はい、連続で撮影させてもらいました、はい、一応ちょっと前半戦ということでですね、はい、一度ちょっと休憩を取らさせていただきたいと思います、はい、じゃあ一度ちょっと後半戦に続きますので、一度カメラを切らさせていただきます、はい。